のは単黄色、そして正四面体の頂点にリンの原子が存在して合計4つ、化学式は金4であるということ。そして猛毒である。このリンを空気中に放置すると勝手に発火して燃え始めるんだね。危ないから水中で必ず保存が必要だということ。そしてあとは湿った暗い場所で光る。それに対して赤リンというのは赤褐色であるということ。そしてマッチの即薬として利用されている。じゃあ実際の黄リンと赤リンを確認してみようと思うよ。確かに写真で見ると黄リンは水中に保存してあるよね。そして見るからに2つの色が違うということがわかるはず。